が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい。あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえガキだ。おい手を貸せ。これで、よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探す。おい助けてくれ。怪我をしてる。彼女どうしたんだ。あの怪物どもにやられたんじゃない、刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと。このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おいなんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ分かったよ。でもヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。必要オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。分かった。おい手伝ってくれ。ほら安心しろ。大丈夫だからな。捕まってすぐ戻ってくる。よしブーザー早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ。あと二人しか乗れねえんだろ。ほらさらと行け。心配すんな。こんな傷へでもねえよな。そうだな。行き先は？何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。近くにいる。またエンジンを切れ。生きてるぞアルバレス。しっかりしろアルバレス。何があった。これはドイツにやられたリッパーどもか。レオンにやられた。
弾切れになる。よし、任せろ。あっちだ。行くぞ。やられてえのか。もしかしたらキャンプに行くつもりねえのかもな。いや、レオンがブツを売る相手はオープランド以外いないだろう。ああ、ちょっと待て、なんかあるぞ。ああ、何かあったのか。見つけたぞ。あっちだ。後が新しい。お前はどこで追跡を覚えたんだ。ガキの頃よく親父と狩りに行ってな。何キロも鹿を追ったもんだ。かすっただけだ。あんな奴の弾でやられるかよ。くそ、あの野郎。だから大丈夫だ。滝の方に降りてったに違いない。しかも相当出血してる。すぐに追いつくだろう。調べろ。すごい血だ。出血ってのはかなりの激痛らしいが、
お前はよく知ってるよ。アルバレスはまだ生きてたぞ、クズや。あいつに使う弾がもったいねえだろ。おっと、ちょっと待ってくれ、ブーザー。レオン、ブーツをどこに隠した？おとなしく言えば、てめえと違って人思いにやってやる。迷ってる時間もなさそうだ、レオン。奴ら血の匂いを嗅ぎ取ってすぐにここまで来るぞ。生きたまま食われるってのはどんな気分だと思う？なあ、生きながら引き裂かれるのはすぐに分かるよ。くさばれ。そうか、アバよ。いや、待て。分かった、分かったから。あれはここにある。どこだ？墓地だよ、あの古い墓地の中だ。ありがとう。おい、待て。やれよ。このまま置いていかないでくれ。早くやれって、この嘘つき野郎め。やれ。こいつを証拠に持ってけ。あれでよかったんだ。あそこで見捨ててたら、あのクズと同じになっちまう。おい、待て。この辺に傷の手当てに使えるものがないか探してみる。いいぞ。あとはこいつらを合わせて、よし。まあ、これでいいだろう。よし、とりあえず腕を失わずに済みそうだな。今夜は狩りに出て、少しは稼ごうと思ったが。この雨じゃきついだろう。でも、クレジットを貯めて、必要なもん買わないとな。はあ、そうだな。でも早めに帰るぞ。体が重いな。レオンのバイクに何かないか見てみる。ああ、嘘だ。なんだ？あの野郎。おめえバイクで漏らしたのか？ガソリンだ。レオンの野郎、燃料ポンプを打ちやがった。やつのバイクの部品は？こりゃダメだ。仕方ねえ、ウリアリーザンに戻るぞ。朝になったら部品を持って戻ってくりゃいい。いや、朝まで待たなくても部品ならすぐ見つかる。あ、クレイジービリーがここから近い。そこに寄ってこう。何考えてる？もともと狩りをするつもりだったろ。あそこなら部品も手に入る。冴えてるな。レオンに何渡された？なんかの地図みたいだ。バイクを回収したら墓地に行って調べてみるか。ああ、だな。
なあディーク、明日タッカーに薬を届けてレオンの賞金を手に入れたら北に向かうってのはどうだ。北に行けば何か変わるってのか。ああな、とにかく俺はここを離れてえんだ。見ろ、道が塞がれてるぞ。気をつけろ。何日か前にも同じようなことがあったが、リッパーどもがトラックを使って道を塞いでたんだ。こいつを動かすぞ。いいか。ああ。押せ。ああ。少しだ。ネロの検問所を通るぜ。じゃあもうすぐだ。くそ、おい、どうする。ショットガン貸してくれ、先に行く。検問所のせいで渋滞したみたいだな。なんでもって身動き取れねえでフリーカーにやられたか。ああ、たくバカどもだ。さっさと逃げりゃいいもんよ。考えなしに国の奴らに従ってわざわざ殺されるのを待ってたってわけだ。トンネルの中じゃイチコロだったろうな。この匂い。あ、くせえ。そこだな。ほら、行くぞ。いや、待て。火炎瓶はどれくらい残ってる。帰りでいい。今はほっといて。いや、今片付ける。この野郎、暴れてだけだろ。お出ましだ。もう死んでる。ショットガンが壊れちまう。そうだな。また行くつもりだな。何の話だ。難民キャンプだよ。だからそんなにイラついてんだろう。イラついてねえ。彼が死んだのはおめえのせいじゃねえ。黙れ。あの時一緒にヘリに乗ってたとしても二人とも死んでただけだ。いいから黙れ。警報か。よし、これでよし。
ここはバイクじゃ通れないな。横に通路がある。あそこから邪魔な車を押してみろ。やってみるか。ヘッドライトで照らしといてくれ。いいね。しまった。わざとやったわけじゃねえよ。また巣がある。ひでえ匂いだ。火炎瓶は残ってるか。さっき使ったので最後だ。作る材料はあるんだろう。すぐに終わらせる。よし、できた。に行くって話だが、おめえは一旦ここを離れてリセットした方がいい。じゃあ明日賞金を受け取ったら北に向かうか。おう、いいな。そうしようぜ。まだ暴れてえか。くそ、フリーカーまみれだ。
うする気だ。嫌な予感しかしねえけどな。お前はただ突っ走ってできるだけ奴らを引きつけてくれ。俺は裏から回り込んで奥にある店まで行く。本気か。部品を探す時間を稼ぐだけでいい。終わったらすぐ逃げる。ついでにフリーカーも殺してる。おめえ自殺願望あんだろ。大丈夫だ今日はな。ほら来やがれこの野郎。なんだどうした。こっちだぞクソ。だめしっかりついてこいよ。ニュートだ。おい邪魔だ、どっか行け。見つかったか。今ガレージに入ろうとしてる。中にポンプがあるはずだ。なら急げろ。さっきあれを見かけた。リッパーどもが立てるあの気味悪いやつだ。紋章か。ああ奴らが近くにいるぞ。役に立つな。ったく、めんどくせえ。
こっからは入れそうもないが、屋上から入れるかもしれない。うぜえな。どっかに燃料ポンプがあるはずだ。ブーザー、聞こえるか？ポンプを見つけた。今からそっちに向かう。ブーザー、くそ、待ってろよ、今行く。くそ、リッパーだ。あっちか、ブーザー。このタトゥーは死者に刻まれしシンボル、迷いし者である証だ。離せ、クソったらが。お前は迷いし者だ。我らが救ってやろう。我を捨てよ。さあ目覚めよ。お前は迷いし者を清めてやる。導きよ、我を捨てよ、捨てよ。さあ清めてやる。刻まれしシンボル、迷いし者である証だ。おい、こっちだ。やろう、ウーザーから離れろ。撃ち殺す。俺、かかってこいよ。撃たれた。食らった。ぶっ殺してやる。ひでえな。くせえ。捕まれ。いいって。いや無理だ。ほら立て。クソリッパーが。
やつらいきなり襲ってきやがった。あー、くそ、まるで待ち伏せされてたみてえだ。よし、腕が今アメルだ。俺の腕がいいから、そんな今は考えない。早く乗れ。あー、くそ、行け。やっと着いたか。なあ、ブザ、ここでちょっと待ってろ。中を確認してくる。やだね、さっさと眠れて。よし、荒らされてないな。まあ、盗むもんもねえしな。ちょっくら横になるぜ。なあ、ありがてえ。俺はバイクと薬を取ってくる。一人で平気か。よし、ネロの検問所に行ってみる。あそこなら包帯や鎮痛剤があるはずだ。俺のバイクに乗ってくるか。いや、歩いていくさ。まだ日が出てるうちにな。おい、必要なら弾持ってけ。ドアの横のトランクに入ってる。ああ、あとはショットガンは置いてけ。ああ、ブーザー。ああ、分かった。ほらよ。